スプレッドクルーの三島智樹です。僕が今回紹介する板は LTB です。今回の変更点は、先端のフレックスを調整して柔らかくしているので乗りやすい板になっています。この板の特徴としては可変キャンバーになっていて、キャンバーより接地面が多いのでより幅の広いところで乗れるので、乗りやすい板となっています。乗り系だけじゃなくても、フレックスもしっかりしているので飛び系もしっかり飛べて乗れるので、いい板となっています。乗り味的には、乗りもそうなんですけど飛びもできるので、乗りも飛びもしたい人におすすめです。キャンバーボードってところで操作性はちょっとシビアなところは感じたんですけど、結構硬いって聞いてたんですけども、 あんま感じなくて乗ってて結構楽しい板だなって思いました。乗りでびっくりしたのが結構粘り効くなと思って、前までならまくられてるわってところでも結構耐えれるところとかリカバリー効きやすかったところがあったんで、結構そこの粘りあるのは意外だなって思いました。飛び系やりたくて、で今ダブルキャンバー乗ってるんですけど、で乗ってみてとりあえず弾きめちゃくちゃ良くて、もう簡単にセブン回ったのでだいぶ満足しました。乗り系もノーズもテールも粘りがあってすごい耐えられるもんで、それとかめちゃくちゃ耐えれて良かったです。乗り系は本当に使いやすかったですね。滑らかにできますし、反発も感じられますし、すごい使い回しがいい板だなって思いました。